Thank you.
マスターが、前のマスターが、7月に急に亡くなったんで、今年壺になりますから、マスターをこの壺でお迎えするには、みんなでジャムセッションやろうというふうに、みんなに声かけたら、いいねっていうことで、ジャムちゃんもやろうやろうっていうことになりまして、今日はいろんなミュージシャンが、たくさん見えてますから、徐々にだんだん、行くと思います。ベースだけ来てないんで。そうなんだ。いないんだけども。ベース呼んでないの？ベースいなかったんで。昨日小杉ちゃんが来ちゃって出払っちゃった。はい、そんなわけで、そろそろ何か入れますか？どうしようか。あなたに任せますよ。あ、どうですか？今一応ね、高島も準備したから、うん、高島も入ってみるかな。そうそう、あとはギター高島ひろし君。
ラムが多いんですよ。いや一人高橋君見た。たくさん。たくさん。たくさん。はいはい。はい、お願いします。楠本拓二。いや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 。それで、サックスに大森明さんと高橋智樹が来てるんで。
Thank you.
がパーカッションで、久志君がパーカッションで、マスター、まだでももう一曲、ギターを、ギターを、高島君、これギターをどうしたらいいかな、こっちを寄せてきます、高島君、こっちを寄せてきます。
めでたい時にめでたくない私がいつもお世話になってました渡辺明日香です。2000年にこのお店ができた当初の初夏に初めてお邪魔しました。確か7月だったと思います。まだ歌うための設備が全くなくて、はい、ベーシストのアンプリマイクを自分でシールドとこれを持ってきてぶち込んで歌った記憶があります。とにかくクリスマスとか大晦日はほぼずっとお世話になってましたので、私の年末年始はニカスでドロドロになって過ごすというのが毎年の恒例でした。本当に素晴らしいミュージシャンたくさん共演させていただいて感謝してます。宮崎さんとお店が開店した当初に撮ったすごく貴重な写真がありまして、今日はそれをわざわざスマホにスキャンして持ってきたので、ご覧になりたい方ぜひお申し出ください。それでは、あ、そうですね、じゃあエンブレムサボンユーはエンブレムサボンユーはAmber
狂って、私がボサノバとか、土地狂ってって失礼ですけど、ボサノバとかね、たまにレパートリー少ないのに歌ってると、アスカちゃん、ここはさ、ビーバップの店なんだよ。ビーバップ歌ってよって言われたんだ。なので、じゃあなんかそういうのやりますかね。歌いますよね。じゃあビーフラットでブルースのパパだって感じ。ビーフラット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 。みんな入ってこれね。早めのブルースです。うっぱっぱら、プリアブリレープリプリパッ、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 プリプリレープリ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 
初めまして、鎌谷あかりと申します。こちらは最初はライブを聴きに来させていただくだけだったんですけど、2012年からジャムセッションが始まって10年、熱で寝込んだ時以外はずっと毎回通って、とうとうライブに出していただくようになりました。ということで、今日はマスターのツイッターということで、駆けつけてまいりました。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。Thank you.
I took a trip on a train and I thought about you. I passed a shadowy lane and I thought about you. Two or three cars parked under the stars, the winding street, the moon shining down on some little town, with each beat the same old dream. At every stop that we've made, and I thought about you. And as I pulled down the shades, I really felt blue. Peep through the crack, just looked at a truck, the one going up to you. And what did I do? I took a trip on a train and I thought about you, I thought about you, I thought about you. I passed a shadowy lane and I thought about you.
川くん。Thank you.
Thank you.
台風が来るのって結構珍しいので、はい、マスターも帰ってきてびっくりしてるので、all I wanna do is pray the Lord above me.
Everything I had is gone. Stormy weather. Since my nanny and I are together, just keep raining. Sleep.
Thank you.
ポーティーが冷血の作者ですね、有名です。スリーピングビー、はい、刺さなかったら恋に落ちてる、はい、蜂が、あの鎌谷さんでした。新年を迎えね、あと何秒で新年ですか。また新年、簡単、そんなにシートを取っちゃI can't miss you.
Hurry, hurry, get home, now it's coming. For the
Thank you.